皆様はかくれんぼするときどこに隠れますか？私はお花を見ながら体育座りして隠れます。ぼっちじゃねえか。はい。というわけでどうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。夏企画三つ目は一人ぼっちというフリーゲームを実況しようと思います。このゲームのジャンルはホラーゲームだそうです。今回は言葉が少なくなります。編集時間短縮のためです。まあ、まだ二日あるし、いいじゃない。それより一人ぼちって、どこか聞いたことがあるような気がするのだが。そうだね、こちらのゲームは夏企画1を実況したゲームと同じ作者です。収録の時に気づきました。なぜ笑顔？
何か置いてある。ここにも何か置いてあるぜ。もしかしてあの石像かな？試す価値ありだぜ。誰か立っている。背中に斧みたいなものを持っているぜ。襲われそうなのになぜか笑顔。あ、セーブ忘れた。やっても撃たなかった。よし、セーブした。一つ言っていい？何？アイテム持って出ればいいんじゃね？やられたらやってみる。おう。私の苦労は？ごめん、5回やられたところ全部カットした。また石化したよ。あれ？入れなくなったぜ。もしかして、積んだ？積んだためカット。ちょっとだけカットした。今アイテムを手に入れて追われているぜ。やっと抜けれたぜ。あ、あれ？私は一体？やっと目覚めたのぜ。
まだ途中ですがここまでです。ご視聴ありがとうございました。今回の夏企画3日目は終了です。動画の下の概要欄にダウンロードサイト貼っておきます。またこちらの一人墓地を実況するときはまた最初から実況させていただきます。次回の4日目はフリーゲームのつもりでしたが少し変更します。もうすぐ夏企画も終わりますので、マシュラとのお絵描きをやります。テーマは夏ということで海を描こうと思います。ご視聴ありがとうございました。